FLCS グランドファイナル始まりました。最終局面での対決、それでは見ていきましょう。グランドファイナス、初動はめちゃめちゃかぶっている。リサタアリケン、クラスに一人はいそうなデブチャンネル。さあまずは一人落としている状態、リザードたちがアドを取っている。さあ漆黒のピナが一人倒して、これは何対何だ。さあ現在3対2の状況。さあピナ後ろに引いているが、ここはキャン押しが、さあ一人落ちてしまうが、しっかりピナ横からハンドガンで倒していきました。リザードたち、さあワイルドホークが一体どこまでポイントを増やすことができるのか。さあルリも長い、さあここはワイホ、まずは一人クイズやってますね。さあ獲物をゲット、資材をゲット、マリオカゴで真後ろ入ってきた敵、ワンボックス勝負、ペッポを倒している。リザートのチーム、さあ目の前出てきた敵をシェー倒していく。さあ目の前にはクジャクたちのチームがいる。さあクジャクたちもしっかりキルを取って10ポイント稼いでる。目の前の敵とやり合うぞ、一発130、春距離ダメージ与えて倒していた。活気を入れなきゃ死んでしまう。クジャク、しっかり単調の中入って生き残っている。残り3パーティー強っ、ね、さあラギスが上からキルを取ろうと狙っている。さあラギス、ここは突っ込んでいくが、さあ倒せるか。さあ上からロッカー持ってきた、ここはジャイボしっかりナイトル倒していく。さあ残ったのは1パーティー同士、マルーが回復勝負。うわ、さあ目の前ナイトルが、うわー惜しい。さあシュンシャンたち1位が見えてきたぞ。さあ周りの様子を見ていきましょう。ハイグラを取っているのは、さあデーモン、ムーンたちのところですね。もう取り返したっぽいですね、ジュリアンたち。さあ目の前にマルオたちがいるが、これは落とせるか。目の前壊して、うまい。さあ一発だけ撃って、さあここも開けて張り替えてカウター決めていくが、ここはルナ君締めていきます。さあシュンシャンが前を走ってくれるので、ルナ君が後ろでキルを取る。さあ下にもヘイトを向けて、さあシュンシャン前に歩いていきます。残り5パーティー、うまい。さあ一発ショットガンぶちゃってリスクを背負わせた。さあ敵は一発持ってかれた。目の前マロウたちがいるが、これはさあもう張られている。さあしかし4位までさあ登ってきている。さあセカハイなので上からの圧がすごいので一度下に降りて、さあヘイトを他のやつらに渡していきたい。シュンシャン残り HP29、 これはさすがにしんどい。さあルナ君が一人でどこまで持っていけるか。目の前一人やって、さあ HP は50回復する。目の前も一人、あっだすごい、なんだラグーやば。さあ下まで入ってしまった。上ではデーモンたちが、さあいるが、ワンチャンあるぞ。さあ誰だ、誰が回復しよう。デーモンの味方が回復してて、さあマルオたちのチームが HP を回復してる。チャグバズと、さて一発確証入れれば、ワンチャンある。デーモン一発ずつか、これは、あデーモン、デーモン倒して、一発確証入れて、これ勝った、これ勝った。さあフィズドがどこかで回復勝負している。さあデーモンのかっきる、デーモンの位置が分からない。しかしデーモンの位置がかっきる入って、目の前ムーンとのワンプイ、うわうますぎるのか。さあまずはリザート、これは最速で降りれるか。おっとリザート、上届くか。それこれ届かないんで、武器これ武器だろ、これ武器だろ。一旦卓章をさあ取って、さあ目の前の敵に、さあヘイト、さあ味方に、味方だった。さあここはリザートも、さあ周りに移る敵は全部、さあ周りの様子を見ていきましょう。さあ上ではマシロンが、さあピナがここはワンピック取られて、さあ五分五分になってしまった。いや、ミッケシーが起きて蘇生回復したから、あ本当だ、状況は負けてます。人数状況、さあここはリザードがウィキシーを倒して、横のクレメンスと 1v1、 残り HP1、 しっかりテアン押しが倒しきるか。いやこれは勝ったな。さあ体を出したところを撃破。さあ撃たれて中で耐えることしかできない。さあしかしカウンターを打って、ラルの HP 削っている。さあここはそうですね、 HP がなくなったので一気にラルの方に詰め込んでいく。さあカフェたち、これはラルを落とせるか。さあしかしなぜか生き残っている。パワーがいい。いやもうね、ラルクをこれベストなんですよ。何これ、そうで、もう資材がないから、もう乗ってる方が強いなって判断やな、これ、うん、これはマジでうまい。さあここはいい判断、ラル君の一人の命、さあここは助けられたぞ。
で、ボブのカバーもありきで、相手の体力もかなり減ってるんで。そうです。さあ、ここはワイルドオフたちが突っ込んできたー、そして、なぜか車で爆発して、誰かがやられたぞ。え、いや、ルイセロさんが死んだね。さあ、あまりにも狭すぎる。周りは全部敵の壁。さあ、ワイルドホークがやられてしまっている。リムル君が一人、アンチ外で、ジャンプパッドを使って、ハイグラを取った。きっとも来たい。さあ、しかし、下から、ナイトルたちが、取り返さないように。さあ、これ来るか、残り SP42。さあ、マウフィンも上に登っていきたいが、登り、切れるか、これは。中断ですね。そうね。上リムル君、真ん中で、クジャク君たち、マウフィンっていう感じで。さあ、目の前、うわー、クジャクとエリアがここやられて、リムル君、これ、メディキは負けない。負けない。うわー。ここはクジャクにボコボコにされて、さあコヨタが生き残っている。現在5位、目の前ワンボックスされて、まず1人、うわー、しかし後ろ取られて、ここはもうさっきリレーがやられちまう。さあブユリルさんと下でのバトルが始まっている。上ではクジャクがストークと戦っている。いいよ、ガッ、うおー、ストーク。さあ2人倒してキャベツを食べていきます。残り 1v1、 下ではブユリルさんがHP 回復勝負。いやー、これはさあキャベツ食べてどっちが勝つ。相手はチャグバスがあるぞ。一発撃てればある。おー、ええこ、いやもうアイテム欄になかったからさ、俺もう終わったと思ってたのに。えぐいな。さあここは丸尾の資材をもらいに来たが取れなかった。残り資材0枚。うわっ、うまい。さあ目の前に出てきたところしっかりショットガンあって、さあ資材が少し増えた。残り6枚。さあ、1人で。そうね。うわっ、さあ、ここはクジャクたちもしっかりと生き残っている。現在116ポイント。しかし、ハイグラを取っているのは、ラギスたちです。さあ、ラギスが倒しに行った。さあ、目の前、乙女に一発。一発。さあ、当てて。さあ、いつものシュンシュン建築。さあ、早いぞ。さあ、上で回復勝負をするのは、六日か。さあラギスができるだけ下の人数を削っている。さあ現在117ポイント。さあチャビクロイ取れば、さあまだポイント的には R が43。さあカスタメージ、さあキンポンの強み生かしていきたい。さあ下でやり合ってるがなかなか詰めにいけない。いやアリスがめっちゃ一人で耐え、こいつ強え。さあアリス目の前出てきた。さあローグライったね。2人着を使って、いやもう耐えられないよ。さあ回復勝負できないのでこれは倒しに行きます。目の前やってハルキョさんにかっきり、ね、うわしかし、うわラギスが下で待ち構えていた。さあもうこれは目の前張り替えたか。さあ張り替えてはいないか。早めに倒していきたい。さあ目の前本物を倒せば武器更新されるぞ。うまい。さあ本物をヘッドショットポンプで倒して、さあ真横にも敵がいる。さあ前の方を走ってるボブ。さあ目の前ルリがやられちまった。目の前にはデスウェイ。ここはエディットして、さあ落として詰めてやっていく。まずは打ち切る。さあスルトライフルのご利用者は何のソロ。さあ僕ここは倒せるか。さあ目の前の敵クアラをやっていきたい。まずは100カット、うまい。今の状況でヘッドショットを当てるのかわけがわからない。さあローグラに降りて、さあ一人でムーブメントしているぞ。さあ残り人数5パーティー。さあ110ポイント。これルリたちポイント稼いでるな、うん。さあラルも後ろでしっかりとキルを取ってローグラを絶対に維持している。しかもローグラ誰もいない。2位は硬いか。これ2位硬いな。資材あるし。でもここ、うわ、さあ残り3対2か。さあこっから対面力。さあ敵が降りてくれればパンチあるんですが、ここはボブ一気に登っていく。目の前100カット、うまっ、降りてまず引く、うまっ、うわー惜しい。さあ真下に敵がいるが一発撃っていく。さあショットガンは何色持ってるかわからないが、さあ目の前開けて、さああれば誰かがいるが SS、 ここは撃っていく。リザード一度横にずれて上に行く。さあまだ生き残る。84ポイントまで稼いだか。一気にやられてしまった。いやさあそして2位のチームデーモンたちのチームがローグラバトル。さあラストやられていく。しかしデーモンが生き残っている。
残り、さあ 1V1 1人やられて、さあムーンが安違いで敵を倒しに行くのを見ているぞ。残り次第3枚、さあ 2V1 勝てるか。さあ真っ白に上を取られていくが、ここはカウンター、さあ弾が出なかった。いやーここは真っ白にやられて、マシロン最後の試合80ポイントでビクトリーフィニッシュ、おめでとうございます。さあ前半1日目6試合終わりましたが、さあそれでは見ていきましょう FMCS。 さあ決勝6試合終わった現在の順位はこちらです。つえ218まで伸ばしたか。ムーンたちもマジで強かったけどね。そうね、いやでもそうね、これは明日丸尾たちが勢いこのままだったらグランドファイナル1位あるな。じゃあ今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。また明日の配信でお会いしましょう。またな。